いらっしゃいませ。ギターバイヤーのマスターです。今回ですねあ、ちょっとなんかパーツをお勧めしてみようかなと思います。お勧すすめというか、これ個人的に体感したことなんですけど、えー、20歳の時に、20歳の時、まあ以前ですね、私、あの、ヴィンテージのストラト、64年製のストラトを持っていたんですけど、ちょっと今売っちゃったんですけどね。はい。今、まあ、持ってないんですけど、以前所有しておりまして、それの時にですね、もうすごい今更かあるんですけど、あの、ローヴィンテージというメーカーのスプリングを付けてたんですよ。これ、あの、 面白くて、あの、ヴィンテージ当時オリジナルだよって言われて買ったんですけど、そのバネとかも含めて、オリジナルだよって言われて購入したんですけれども、それについているバネとローヴィンテージのバネを付け替えたら、まあ、5本元々貼ってあったものを5本ともローヴィンテージにしたら、あの、フローティングの設定がほとんど変わらなかったんですよ。つまり、あの、まあ、ローヴィンテージのあれって太さだったりとか柔らかさだったりとか推しというかポイントじゃないですか。まあ、あ本当その通りで、あの、50年代の、60年代か、えー、当時のものと変えてもほとんど同じ張力だったんですよね。 つまり、それに近い音が出せるっていうことだと思うんですよ。まあ、そういうことを個人的に実際体験したことがあるので、あのローヴィンテージのスォリューがですね、以前から結構個人的にもお勧めをさせていただいているパーツの一つでございました。まあ、ね、好きな方だったらもうみんな付け替えてると思うんですけど、まあ、すごい今更感があるんですが、まあ、結構そういうですね、ヴィンテージに実際付けた方って意外と少ないかなと思って、そういう話をさせていただいた次第でございます。えー、こんな感じでですね、ちょっとマニアックな話をいつもさせていただいております。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。